ロット13、ロット13、または、ロットマイナス -13、ロット13は単回字式暗号、シーザー暗号の一つである。アルファベットを1文字ごとに13文字後のアルファベットに置き換える。A は N に、B は O に置き換えられ、以下同様である。英語のロット手イ13プレイシズの略。ネットワーク上のやりとり、電子掲示板、ネットニュース、フォーラム等で冗談のうち、 パズルの解放、ネタバレ情報、不快表現等を隠すのに用いられる変換である。暗号化と複合の両方が全く同じ変換であるという特徴がある。実際のところ、現代の感覚では全く暗号というほどのものではないが、ちょっと見に読んでしまうという事態は避けられる。雑誌などでクイズの正解を上下逆さまに印刷したりするのが見られるが、それと似たようなものである。 以下、文字は突起しない限り、ローマ字のアルファベットを指す。ロット13という呼称は1980年代の、はじめに、ユスネットで用いられ始め、デファクトスタンダードとなった。英語のアルファベットを、その並び順で26文字のちょうど半分である13文字、分ずらものである。暗号と言えないこともないが、強度はなきに等しい。アルファベット文字のみが対象であるため、 それ以外の文字を暗号化するのには使えず、もし対象を広げたい場合は、他の手法が必要である。ロット13を適用するには、文章中の各文字を取り上げ、アルファベット順に13番語の文字に置き換える。Z を超えた場合は A に戻って数える。一般に、大文字小文字の関係は保存するという実装が多い。A は N、B は O、以下同様に Z は M になる。 数字、記号等はそのまま残す。ラテンアルファベットには26文字あるので、ロット13変換を2回行うと元に戻る。つまり、ロット13を関数と見ると、自分自身の逆関数となっている。数学では変換のこの種の性質を対応と呼ぶことがある。以下のようなルックアップテーブルを用いると簡単に変換することができる。例えば次のような文章を隠したいとする。 NSA で外交的な人と内交的な人とをどうやって見分ければいいか。エレベーターの中で他人の靴を見ているならそれは外交的な人である。ロット13を用いると次のようになる。もう一度ロット13を用いると元の文字列に戻る。ロット13は1980年代初めにネットニュースのニュースグループの一つ、ネットジョックスから始まった。 客中3章。一部の購読者に不快をもたらす冗談を隠す手段として、あるいは単に冗談の落ちをうっかり読ませないために一時的に隠す手段として、自発的に用いられるようになった。一旦は、不快な冗談を特定のニュースグループに隔離しようとしたのだ。専用の場所などを用意すると、その種の投稿を多めに見ていると思われると恐れた、サイト管理者の反対にあって失敗した。 ロット13は単純さのゆえに優れた解決法だった。一般的でない文字はニュースリーダーに誤動作を弱気することがあったが、ロット13はアルファベットの文字を他のアルファベットの文字に置換するだけの方法なので、ニュースリーダーに問題をもたらすことがなかった。ローテーとする数として他でもない13が選ばれたのはエンコーディングとデコーディングを 同じ方法でできる数が13のみだったから出る。これは26文字からなる言語のみで有効であって、ポーランド語のように26を超える文字を持つ場合や、ハワイ語のように26未満の場合は、条件が異なる。たまたま英語が26文字を使用しているので、例えばロットマイナス -15 ではなく、ロットマイナス -13 が好ましかったのである。エンコードやデコードを手で行うこともできるが、 計算機プログラムに行わせる方が便利である。ユニックスには TR というユーティリティがあり、次のように使うとロ o ト1 3のエンコーディングができる。ニュースリーダーに自動複合機能が組み込まれるのに時間はかからなかった。1990年代の初めからフィドネットのフォーラムでもロ o ト1 3が用いられるようになったのでフィドネットのメーラにもロ o ト1 3自動暗号。 複合機能が含まれることがしばしばである。ロット13を暗号としてみると、古典的な暗号である、シーザー暗号という単回知式暗号の一種に属する。真面目にセキュリティを求める場合には用いられない。一定のシフト値を用いるため、暗号鍵なしで簡単に解読することができる。解読するには、ロット13が用いられているということさえわかればいい。それどころか、 ロット13が使われていることが分からなくても他の単階字識暗号と同様エドガー・アーラン・ポーの小金虫に出てくるような頻度分析やパターンとなるこの追求だけで解読できるロット13の実際の効果は読者が自覚的にソフトを操作するなどしてロット13複合コマンドを実行すると読まなければならないという点である新章 権利のない読み手から守ることではなく、うっかり読者の目に入ってしまうことを避けるための安全装置として、書籍や映画のネタバレ批評のような場合に用いられる。セキュリティを求める用途にはあまりに不適なため、ロット13は弱い暗号の代名詞として用いられるようになった。例えば、今日では56ビットのですは、ロット13並みだと、 20.13、0.26 20、2.13、要するに全然暗号化していない、平文のことという用語もユーモアを込めて用いられる。中には、偽学術論文をでっち上げた人までいる、オンザニー・ロット13エンクリプションアルゴリズム。ロット26は、アメリカ合衆国のデジタルミレニアム著作権法を、からかうためにも用いれた。あるネットワークユーザーたちは、 ネットワーク上のフォーラムに投稿する文章に、この文章は、ロット26で暗号化されている。回避操作は、酷訴対象であるという警告文をつけた。大魔化は、複製防止システムを回避すること、コピーガード外しを後半禁止したが、複製防止システムの中にはもともとセキュリティ的に、甘い暗号を用いたものがしばしば見られるのである。トリプルデスに絡んで、 ミエロット13も時折見る。もちろんロット13そのものである。2001年にロシア人暗号研究者のドミトリ・スクレアロフが逮捕された。ebook の複製防止システムの弱点について詳細を発表した後のことであった。ebook はデジタル的な電気的な書物のフォーマットであるが著作権を守るための技術的手段を含むことがある。ebook 出版社の一つ。 ニューパラダイムリサーチグループは自分たちの報告書を暗号化する方法として、ロ o t 1 3を用いていた。Adobe は ebook ソフトウェア開発キットにロ o t 1 3を用いた暗具的例題を含めているが、NPRG がこれを誤解してロ o t 1 3をまともな暗号法とでも思ったのだろう。ロ o t 1 3は文字遊びの素材としても用いることができる。単語によっては、 ロット十三変換した結果もまた意味を持つ単語になることがある。この種の単語の中で英語で知られている最長のものは七文字のアブジュラーとノーウェアの組、チェチェンとパープアーの組である。他の例は表に示した。ロット十三変換で逆転する綴りもある。レビーンをロット十三変換するとイネバーになる。後者は英単語ではないがちょうど逆転する。 普通の英単語では、ナットとタンの組だけが知られている、ブーヨと、ゼツ。ドット13変換しても意味が変わらないものもある。ベックスは、同義語のアークになる、うんざりさせる。テラとグリーンの組もお似合いである。1989年のインターナショナル、アブハスケイテッド、シーコードコンテスト、国際タギシーコードコンテストで受賞した、ブライアン・ウェストリーの例がある。ウェトリーの、 ソースコードは、ロット13変換しても逆転しても正常にコンパイルできた。しかも生成されたオブジェクトコードは、ロット13変換、または入力を逆順にするプログラムとして動作した。ニュースグループオルト、フォークロア、アーバンは、ファーフという単語を生んだ。これはよくエンコードされるつぶやきシッシュ、チェ、ヘ、おいおいのロット13変換である。 ファーフが生まれたのは1992年の半ばで、ある、同グループに対し都市伝説にまつわる記事が繰り返し、投稿された。新参者に対する、この手のつぶやきが多数投稿されると、購読者の中には、シーッシュと言い過ぎだと主張する人々が出てきた。そこで現れたのが、問題の投稿であった。例数は少ないが、ロッドット13に類似した、他の方法が、 同様の目的で用いられることがある。ロット13は文字だけを変換し、数字や空白は変換しない。そのため、例えば謎解きの答えが数字である場合や、任意の日地データを扱う場合には、不適当である。ロット47はロット13の編集で、基本的なアルファベットだけではなく、数字や他の多くの記号も変換する。ロット47は、ローテーとするのに、 AZ の範囲だけではなく、アスキーで定義された文字コードのうちより広い範囲を用いる。アスキーでは0から127の数を用いて、アルファベットの文字、数字、クテンタの通常を用いられる記号をマップしている。アスキーコードで見ると、ロット13は65から90及び97から122の範囲をカバーしている。一方ロット47は、簡単譜。 アスキーコード33から波線、アスキーコード126をカバーし、47文字、ローテーとする。用いられる文字コードの範囲が広いので、ロット47の結果は、ロット13より、さらにわけがわからない印象になる。しかしロット47はロット13に比べ、はるかにサポートされていない。先ほどの例をロット47変換すると、となる。 ユニックスコマンド TR によって、ロット47変換するには、とする。以下は変換アルゴリズムに従って、パスカルで記述した例である。文字コードは ASCII であることを前提としている。チャーストリング型は、文字列を格納するための添え字が1から始まる、適当な長さのチャー型変数の配列である。S に文字列そのもの、L には文字列の長さを入れる。 前述のように、この手続きは暗号化、複合療法に用いることができる。GNUC ライブラリー、計算機プログラミング用に用意された標準的なルーチンの集合には、コディチェんという名前の関数がある関数と呼ばれる。このルーチンでは、データの各8ビットバイトを取り、日値数の00101010、重心表記では42生命、宇宙、 そして万物についての究極の疑問の答え参照との間のビットごとの排他的論理和を計算する。この手法は単純な排他的論理和による暗号法でやはり弱い。ロット13と同様、再度適用すると元のデータが得られる。Google のユスネットアーカイブを検索すると初期のロット13利用例として1982年10月8日にニューズグループネット ジョックスに投稿されたものが見つかる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。